新しい景色に出会える場所っていうのが結構今はしっくりきてるかなと。人とかことにやっぱこの場所で新しく出会えるっていう、まあそう、一言っていうのを、まあ、そういう景色っていうところにまあ置き換えてるような。地元の人とか東京の人とかどちらか一方にっていうところじゃなくて、まあ、どちらも交われる場所っていうところを結構こだわっていて、やはりまあ東京の人が今上野原をこう知らない中で、上野原に来て、まあ、この場所に来たらこの街をちょっと知るきっかけができるとか、誰かつながりができるとか、そういうところにしたいなと思ってるのと、逆にまあ地元の人もこの場所に来れば、まあ、上野原にいない人に出会えるとか、まあ、都内から来てる人だったりとか、まあ、それは移住者の方も困るのかもしれないですけど、ちょっと今まで上野原ではなかなか出会えなかった人とかことに出会えるっていうところにしていきたいなと、まあ、強い思いではありますね。こちらがコミュニティスペースになります。基本的には何でもやってもらえる場所なんですけど、今まあセミナーだったりワークショップとかヨガだったりとか、まあ、いろんな形で時間貸しで使えるスペースに。2階がコワーキングスペースと貸しオフィスのエリアになってます。で、2階は元旅館の雰囲気を残した形で綺麗に新しくしてます。こちらがコワーキングスペースになります。電源と Wi-Fi が飛んでまして、テレワークだったりとか、それ自習したりとか、まあ、好きなように使えるスペースになってます。こちらが貸しオフィスになります。基本的にただオフィスとして使ってもらうっていうよりは、この場所を一緒に作っていってくれる、その地域の交流拠点みたいなところに一緒にやってくれる人が、まあ、オフィスとして使ってくれるのが一番理想ではありますね。こちらがそのテイクアウトカフェになります。今はまあ基本火曜日と水曜日の営業ってとか週2日なんですけど、空いてる日を店舗の方に利用してもらったりとかっていうのを今検討しているところではあります。どれもおすすめなんですけど、ベーグル、カルダモンロール、バナナケーキ、チーズケーキ 全部言ったね。いろんな方の交流拠点にしたいっていうところは、まあ、もう前提として、どうしてもやっぱ学生、若い人がまだ、なかなかこの場所を訪れる機会作れてないなと思ってて、高校生とか大学生っていうところがもっと一緒になってできるような、まあ、イベントなのか、まあ、なんか企画をしていきたいなと思ってます。若い人たちがこの場所に来て、まあ、そういう何らかの出会いとかきっかけがあって、選択肢として、まあ、この場所があってよかったなみたいなところまで、まあ、持っていきたいなと思って。